そして求められる対策の方向性、こういったところでまず一括りで若年雇用対策のところとか、あるいは労働組合の実践などはまた後に、そして少しこう現状から対策へというところで少し議論していきたいというふうに思うんですが、どなたからでも、挙手いただいて発言いただければというふうに思います。出てきてうまくいかないということになれば、国に帰るとか
そういう議論がありましたけど、まさに辰井さん触れられたように派遣村の時はそうならなかったんですよね。それがをどう再建するかという課題をご指摘いただいたんですけれども、先ほどの報告に合わせて付け加えて補足するところがあればお願いしたいと思います。1点目なんですが、若者雇用だけでのシェアリングは多分できないので、若者だけの分法を取れば超長時間と、まあ、短時間と、それは絶対慣れなら日本は企業職場企業単位なので、で、連合というか私自身も2002年3年この議論で当時の日経連の担当とかなりやり合ってきて、で自分たちなりに改めて気づいたのはですね、先ほどその統計上でのお話があったんですが、職場で改めて考えるとね、本当は8時間で6人、今度は6時間で8人って我々も説明するわけですよ。学者に何って言うと、でこれができるか、非常に難しいのはね、6×8、8×6 っていうのは人数が時間が把握してる場合でしょ。ところが日本は、先ほどこのご提起があったように、まず残業というものがある、でしかも不払いがかなりある、そしてそれ自体の実態も分かんない。だから、つまり、労働組合もね、もう80年代90年代労使協定の中で要員協定とか要員管理とかやってたんですよ。つまりものづくり関係であれば当面1年間の業務計画があればこのぐらい必要だねと、やっぱり負荷がかかるためにこのぐらい、あるいは職場によっては、まあ、非正規はやっぱり2割よりは安くやめようよというようなことが協議してたり、場合によっては協定で、これがですね、残念なことに我々も努力不足というか、なんというかズブズブ要員管理というのがズブズブですから、非正規の中でもこれもご承知のように派遣受け用になるともうこれは資材部門なんで人事でも分からない、だから何人いるかが人事の人でも分からないという事態がずっと進行して、つまり 6×8 のその人数の方の管理もできない、だから時間管理ができない、要員管理ができない、その掛け算の両方が曖昧で、実はうちは話を言うと、私ね、そのことから実は連合がね、不払い残業撲滅っていうのを2003年からスタートさせたんですけども、実はそれが背景にあったんですよ。それをやらないことには次進めない。だからおっしゃる通りで、職場の状況の中でそういうことが把握ができて、まず実態把握から始まって、で適正な要因と時間は何かっていう議論にまず行けばそこに行くと思うし、現にその当時はいわゆるそのリストロ型ではありましたけども、そういう議論で病院増やしたところとか、あるいは自治労の職場でもね、病院職で一人で定員を確保したとかっていう、そういう断片的な動きはちらほらとはあったんですけどね、やっぱりどうだかな、不払い残業の新聞記事の件数はだいぶ減りましたけれども、多分実態はね、そんなに変わってないです。この連合総研調査でいうと、かなり劇的には減ってないですよね。厳しくなればなるほど、そこはの話になっていくので、実はそこが大手でもブラック企業だっていう実態なわけですよね。問題提起は全くその点、私はそれを諦めないで、組合としても言うべきで、それができないよ、今申し上げた阻害要因を超えていく、あるいは抱え込まないで仕事のジョブを見直していくとかっていう、そのやっぱりベースは確実にワークルールの問題としてもやるべきことだなと思ってますので、私は最初言い続けること自体もとても大きなことだと、やった経験上で思います。地域の話は私のレジュメのそのご報告がまさにご指摘いただいたことが実例をもって展開していただいたことがありがたく思っていますけども、やっぱりここが先ほどちょっと触れたように、どうしても組合またあるいは労働問題から入っていくと、その雇用っていうところにまず行くわけで、例えば必要条件だと思ってるんだけど、そこをどうこうルールを確保しながらファジーなところを、先ほど私兼業の例を出しましたけども、おっしゃったらもっと実は深刻なのは今言うまでもなく自営業の激減ですよね。正社員の減少と自営業の減少、だから今年金の1号というのは、昔は教科書的に言うと自営業の方が、自営業の方で非正規の方が1号になるっていうね、そういうとても優秀なことが進んでるわけなので、そこは私は雇用選択で求めてるだけではなくて、今、救助の事例が出ましたけども、連合総会でもやろうと
市単位か県単位か、今の労務省の方も、厚労省、政府の方も日本再生戦略の中でその地域と、ターゲットを置いて旧通産省と労働省の枠を超えたってことを一応言い始めたので、そこをきっかけにしてもう一度具体的な、ね、例を、そういう枠組みである私は自治体と当該労使だから労働団体、業界団体が一緒になってその、雇用を守り雇用を作り若者の雇用を作っていくんだという、まさに自治体 その下からの政策ですよね。復興再生の動きも上からと下から両方あるようにおっしゃったようなことがどこかでモデルでみんなでもう本当にこのモデルをみんなで応援していこうっていうぐらいなものを作る、それこそ運動でやって業界も巻き込んでいくということがなんかできたらいいなと思ってますので、また明日なんか九州の方できればいいなと思います。神奈川でもできれば、引き続き、議論していきたいと思いますが、先ほどの週60時間というと要するに月でいうと80超えなんですよね。過労死ラインを超えてるということで、シェアリングもそういうことだから、過重労働対策としてもね、これはもうしておけないというふうには私も思いますね。どうぞ。お願いします。法政大学大原社会問題研究所の井原氏でございます。辰井さんに厳しく挑発されましたので一言も答えざるを得ない。今日 ご報告の2のところでですね、レジュメにその後判定は落ちたのかという問題を提起されて、2006年7年、井原氏は労働再規制という本、反転の構造を読み解くという書いたけれども、あれはそよ風、が吹いた程度でもなく現在もその以前の状況が、変わっていると、風が吹いて変わったというのが前唾だというふうにおっしゃられました。本書くの大変苦労したんですけれども、こういうふうに言われてはですね、私も達成がない、ただですね、今の状況を見ますと、本当に反転しているのかというふうにおっしゃられる気持ちもよくわかる。なぜそうなったかって、これは民主党政権が悪いわけでありましてですね、ちゃんと反転を継続させていれば、それ見たかとかと、あの時に変わったじゃないかというふうに私は胸を張れたんですけれども、その後また反転しちゃったんです。反転の反転、私は反転二度説、で辰井さんは反転不在説ということで、ここでも大きく違っているわけでありまして、でいつ変わったのかといいますと、反転継続の一つの表れは2009年の僕は政権交代だと。でその後の10年の参議院選挙の時に、負けちゃったですね、民主党は。それで大きく、ねじれ状態になって反転状態がまた生じたと。で自民党によって、民主党は反転を強要されたということなんですね。端的な例は改正労働者派遣法であって、それ以前に出された政府の原案、ここで大きく変わっちゃって、結局今回成立した改正労働者派遣法は非常に内容的には後退したものになったんですよね。あるいは民主党がマニフェストでいろいろ問題に言われてますけれども、あの時に参議院選挙にねじれなかったらそれなりのことはやれたんじゃないかという気もしないでもない。子ども手当だってね、結局自民党にねじ込まれちゃう。で、変わって新児童手当みたいになっちゃうっていうわけですし、それから例えば復興財源のばらまきにしたって、自民党が抵抗して、それが可能になるように変えたわけですよね。だから、そういう点ではね、06年、07年の反転が、結局そのねじれ状態で、その後また反転をして、せっかく、労働再規制の方向に行くかと思われたのに、それが行かずにその前、また変わってしまう、元に戻ってしまった、あるいは新たに新自由主義的な方向というのが、復活してきているという、そういうことではないかというふうに私は思うんですけども、いかがでしょうかというのが一つ。それから、このね、反転でも反転しなかった部分がある。06年07年の時の反転でも、若者の困難
な働き方の困難な状況はほとんど変わらせない。まあ、それ以前から生じていた、まあロスジェネ状態というのはその後進化拡大してですね、まあ、そういう点では反転はこの部分ではしなかった。でだからこそ2度目の反転、つまり、参議院選挙2010年以降の反転でもこのような若者の困難な状況に対する異議申し立てや抵抗の動きは続いたと僕は思うんですよね。ですからまあ、このままだからそういう点では反転しなかった、元に戻ったわけではない、継続している、つまりそのこと自体が06年07年にやっぱり反転があったんだということの一つの証明ではないかというふうに思います。それからもう一つですね、今日は若者の雇用問題ということでかなり対象が絞られています。で若者の困難というふうに今言いましたけれども、これはいわゆるその前世紀末から今世紀にかけての日本的、なこの働き方や労使慣行というものが大きく変わってきたことの結果生じた問題が若者に対して集中的に現れているのではないか。それは単に雇用の問題だけではなくて、今ちょっと出ました長時間過酷労働の問題や あるいはその低次元の問題ですよね。だからその雇用だけに限って論ずるということができるのか、あるいは若者ということで限定してこの問題を論じ、あるいは解決策を構想するということは可能なのか、まあ、かなりこれは大きな問題ですけれども、この点についてですね、まあ、もしご意見なり、あれば伺わせていただきたいというふうに思います。以上です。まあ、反転二度説というのは定義されたわけですけど、まあ、コメントがいただければというのが一つと、それと、まあ、若者の雇用の問題だけの切り口で事足りるとは企画が全く思ってないんですけれども、少しトータルに捉える必要性というのは、後藤先生から少しあったかと思います。雇用以外の部分でも捉えていくべき視点といいますか論点、もし、ご指摘あればいただきたいというふうに思います。松井さんどうか。はい、1点目は多分それだけで討論会が成り立つテーマでまた やるべきだと思ってるんですけども、一言だけ本当にご指摘させていただきたいのは、先ほどの政党単位の説明ではちょっと説明しきれないかなと思うのは、つまり1回目の反転が自民党政権のもとで起きてるってことですよね。単純に小泉から安倍で再キャレで、しかもそれは選挙対策で、まあ、当時の後藤田さんがその非正規問題を労働組合や自民党から取ると豪語して動いてたっていうことがあって、もちろんそれはねじれでは麻生内閣もねじれではありましたけれども、そのもとで進んでたわけなので、したがって私はやっぱりさっきせめぎ合いと曖昧な言葉を使ったのはまだ継続中ということに捉えてると言い過ぎないんです。したがって点といってもその転じたわけじゃなくて、ちょっとベクトルがこっちへ動くかこっちへ動くかという意味の点なので、そういう意味ではあまり認識が違わないのかもしれませんけども、ただ、私は今回の反転というのは経営のさっき言った企業行動とそれから政策と両面で見るというふうに考えると、やっぱりその五十嵐さんおっしゃる意味での点というふうにはちょっと評価しにくいかなというのを思っているので、ちょっとこれはまた大いにまた継続していくのするべき課題だと思ってよろしくお願いしたいと。2点目は全く同感です、むしろそうすべきだと思いますが、やっぱりまあさらばさりながら、雇用システムのあり方ってやっちゃうとまたちょっと全体が拡散しちゃうと思うので、この切り口から議論をし状況認識を深めながら、もう最後はやっぱり視野をどれだけおっしゃる通り、就労から先ほど出来合った地域まで含めて、まあ、本当に日本再生そのものかもしれないと思います。私からは以上。先ほどの60時間以上って話にもちょっと関係するんですが、確か49時間以上でね、1500万人弱就業構造基本調査2007年だというんですね。
49を超える部分をですね、48時間ちょっと負けてですね48時間労働で全部置き換えるっていう試算をしてみたんですが、大体300数万人になります。つまり日本の失業は全部消える。だからあのワークシェアリングがもしできればそれは失業は超えなくなるんです。ただあのおっしゃったようにそう簡単な話ではない。でその場合に時間単価が低いから長時間になるということでは必ずし、あのそういう人たちはもちろんいるんですけど、特にあの追加就業を希望している方たちの収入分布は凄まじいあの低く、でだからダブルワークやってる方の収入分布ってのはすごいです。ものすごく低いです。でそういう方たちはもう明らかに時間単価が低いので長時間労働になってるんですが、あの300万円台400万円台の長時間労働っていうのは必ずしもそうでもない。つまり長時間労働でなければ正規でいられないんです。長時間労働を受けられないなら正規をやめろという圧力がかかってくるっていうのが私は本当のところだと思ってます。つまり無制限労働です。仕事が終わるまでの無制限労働を受け入れるのか、それじゃなかったら非正規になるのかっていう二者択一の世界に、まあ、極端な言い方ですけどね、そうじゃない世界にもちろん一般判断もちろん知ってますけども、ただあの特に若い世代になればなるほど、あのそういう二者択一がすごくリアリティを持って迫ってくる状況があるんですね。だからこれはもうあのその構造そのものを何とかしないとどうにもならないわけでして、でその構造は非正規になると恐ろしく不安定で低処遇で先の見込みがなく一人前になる見込みもないっていう、これに対する凄まじい恐怖感の裏側に無制限の労働を受け入れないと一人前になれないのだっていうのが張り付いてるわけですね。ですからあのこの無制限労働と不安定先の見込みのないあの非正規低処遇っていう話は実はセットになって存在してるわけでありまして、でこのセットを何とかしない限り長時間労働問題も解決しないし低処遇不安定問題も解決しないということなんだろうと思います。でこれ解決するっていうのは率直に言って腕力だと思います。労働組合の腕力しか私は他に方法は全くないだろうと思ってます。で労働組合が今の状態ですからしばらくは無理こういう場所に来て何を言ってると怒られそうですけども、あの率直なところをそう理解してます。でだからあの逃げることも必要だと、あのその二者択一の中で一人前になるならないの恐怖感の中で単純に選択するのではなく、あの逃げることも若い人たちには教えなきゃいけない。一人前、今の構図の中で一人前でなくたって構わんと、あの一人前になる違うなり方を、一緒に探しましょうっていうことをしない限り体壊されてもっと悪くなるだけですから、あの逃げるっていうことは今の状態だったら本気で教えなきゃいけないと思ってます。あのもちろん戦うってことを含めた逃げるですけどね、ぜひ逃げる時には一発ぐらい殴ってから逃げようねっていうそういうことなんですけども、あの、ですからその逃げて生活できるっていうことがあの何とか考えられるためには非常に多様な制度を利用し尽くさないといけませんし、多様な制度を発達させないといけませんし、いろんな職業が出てこないとまずいですしという意味では、あのさっき辰井さんがおっしゃった地域での新しい単純な雇用だけではないという話につながってくるんだろうと思ってます。ただその問題では一方すごく気になっていることがあって、中間就労みたいな話が政府の関係でだいぶクローズアップされて出てきてますが、下手すると、労働基準法を適用しないという話になりかねない。どうもそういう動きを一生懸命推進しようとしている良心的社会ボランティア団体もあるようですのでつまりそういうことを一旦外してくんないと中間就労なんてちゃんと大規模にできないよっていう気持ちとしてわからないわけじゃないですけども、それは絶対にやめてほしい。最低賃金適用をやめるっていうのもやめてほしいそこが外れたら多分もっと凄まじいことが起きてくるだろうと思ってます。でじゃあ地域の再生どうするんだと、雇用もないじゃないかっていう話ですけども、これもそう簡単にはできないと思いますが、私はこういうこと言うと嫌われるだろうと思いますが、福祉国家型の所得地域再配分をやんなきゃいけないと思ってます。なんていうか、一層一品型とかですね、町おこしとかですね、NPO とボランティアを組み合わせていろいろとか
それはあるんですけど、もともとその地域に回ってくる富がね圧倒的に少ないと何やったってそううまくはいかないわけですね。でうまくいくとしたら他の地域から富を奪ってくるしかないわけで、でそのそれじゃなくても何とか回るためには結局その地域に落ちるお金を多くしなきゃいけない。でそれの落ちお金の落ち方は例えば、長野県の栄村あたりの、まあ、結構有名な独自の村政やってるところですが、そこの、村民経済の 30% ぐらい年金ですよね、あの原資がね。でそういうもんなんだろうと思います。で地域によっては例えば地方のあるあの相当疲弊した町なんかだと生活保護が多分数割を占めてる。でそれでいいじゃないかっていうふうに私は思います。でそれがだけど所得再配分でだけっていう話はあのちょっと弱々しい。もっと学校教育が余計な合併とかですね、無理な統廃合なしにバスで1時間も通うなんてことなしにあのちゃんと保障されると、あの近所で学ぶっていう学校の在り方がきちんと小中高と保障されてですね、それから介護の事業所がきちんと民間が入らなければ公的に保障されて、それからあの医療機関もある程度の距離の中にあって郵便局もあってそれなりの買い物ができる地域もあのお店もあってっていうことをあの民間でほっといてできなければ公的に保障する必要があると思うんですね。でその保障する話は大きな意味で社会保障生活保障の国家レベルのお金の再配分があの地方交付税その他を含めてですねきちんとできないとそれは難しいと思います。だからその意味では私は福祉国家型のあの地域への富の再配分というのは不可欠で、これがない限り日本の過疎地その他はいくら一層一品で頑張って町おこしで頑張ってボランティアで頑張ったって総量の富があの流れ組んでくるのが非常に少なければどうにもならない。で奪い合えば一部はなんとかなるかもしれないですけど全体としては持ちこたえられないだろうと思っています。だからその意味ではあのかなり大きなレベルの、 あの財政構造の転換みたいな話をやらないと日本の田舎はもう持たないだろうと思ってまして、例えばさっき奄美の話ありましたけども、あの種子島とかですね、あの沖縄本島あたりでも昔はあの仕事がなくたって結構食えたわけですだけど急激にそれダメになってきました。ですからあの沖縄あたりは子どもの、 あの、貧困問題に対処する装置が本当に発達してない、発達してないところでものすごい勢いであの生活が崩れてあの収入も減っていきましたので、今子どもの貧困問題と非婚問題とその例えば児童相談所の数がもう あまりに少なくてパンク状態だとかっていうふうにあの改めて福祉国家型とまで言わなくてもいいですけども、きちんとした社会保障やですね社会制度をあの作り直さないと沖縄あたり本島あたりだともうどうにもなんなくなってるなっていうのが最近の印象です。ですからその地域での人間関係によって、きちんとした職がなくてもなんとか暮らせるっていうのはそれはあのなんとかそれを再建したいと思うんですね。再建したいと思うんだけれども今までの姿の延長線上にそれが確保できるかというと多分それは無理だと。もっと基本的に新しい方策をいろいろやった上で国からの富の再配分をあのもう大規模にやった上でやらないとそれは無理なんじゃないかっていうのが、私の発想です。ちょっとラジカルすぎると怒られるかもしれません。ありがとうございます。あの五十嵐先生からもあったようにその若者問題いろんな問題に関わってまた雇用問題にとどまらないところがあります。まあ、地域の問題などさまざまな観点からご発言いただきました。ありがとうございます。少しあのとはいえ、まあ、今回の若者雇用戦略ですけれども、まあ、厚労省のみならず文科省も一緒になって、また経産省も少し一緒になってでまたあの議論も労働界のみならず産業界あるいはさまざまな NPO の人たちも参加して作られたものです。でこの戦略を進めていこうと、もちろんあのこれで十分とは言えないわけですけれども、この当面の対策に関わってね、少し、問題点だとか課題を、ね、整理していきたいと思うんですけれども、実践例も含めてご発言いただけないでしょうか。大学の鈴木ですけど、あのちょっとあの今 あの司会者の質問あの定義が少しずれるかもしれないんですけども、今日の話
の中で、まあ、これはちょっとあまりにも大きい話なんであまり議論するの大変だと思うんですけども、その基本的にその良質な仕事雇用とかいわゆるブラック企業の問題というのは結局経営者が社会的な責任、社会の一員としての中で活動しているっていう義務っていうものをちゃんと しょうべきだ。もちろん経団連で言えばやってますっていう言うと思いますけど、もちろんその成長なきゃダメだと言うけども、経団連は別に個々の企業にそれを押し付ける権限はないわけですね。だから結局個々の企業はその何ていうか、まあだんだんその80年代、70年代、80年代、どんどん新自由主義が強くなっていく中で、経営者の社会的な義務を守るって圧力が弱まってきたということ、これはだから政策だけで、政策論っていうのはいろいろ大事だと思う。政策だけで経営者の行動は変わると思わない。それは一つは政策をやっても経営者逃げ道があるんです。要するにグローバリゼーションという形でいろんな、多分だったら工場を他国に持っていくとか、そういう形でこう、あと法律だっていろんな網の目もあるわけですから、だから結局その、まあ、経営者をその社会の、メンバーとしてこう、規範を守らせるっていうものはどのようなことが必要かっていうのが重要かなと。それをだから政策の中に取り入れなきゃいけないというふうに思うわけです。でその、中にも労働組合の役割が大事だと思います。でいわゆるブラック企業、ブラック企業っていうとなんかアメリカでその言葉を言うといけないっていう言葉が怒られるって話で、もちろんその例者の問題だと思うんですけども、日本ではそう言いますけども、そういう会社だって組合があるとこあるんですよね。そういうことは言いませんけど、でそういうとこもあるわけですから、まあせめてそういうところの組合はなんとかもう一人企業に社会的責任を守らせるような圧力をかけるべきだし、今まあだからある意味でブラック企業、いわゆるブラック企業で過労死した遺族の方が、例えばなんていうの、弁護士を通して、例えばちゃんと労働基準を守らせることをチェックしているという例は聞いてますけども、まあ、そんなような形でしかできないというのはちょっと情けない話なんですよね。まあ、だから、その労働組合、あるいは別の社会的な、まあ、影響力、まあ、それは政治もあるかもしれませんけども、どのようにしてその、企業に社会的な義務を守らせるかということを、もっと考えるべきではないかと思います。これはだから経営者自身のなんていうかな、その関係性なんかにも入っていかないと。ただ例えば政策でやりましょうやりましょうって言っても、それはから文句になっちゃうかもしれないということです。で、まあ、これについてどうなんだというんじゃないですけど、ちょっとそういう問題提起したいと思います。良質な雇用をどう作るかということで、これは達井さんからありました、この間人事労務の観点から財務の観点に企業経営を作ってたということとも関わると思うんですけれども、コメントいただけますか。まあ、これの課題も労働組合運動も期待できないとご指摘があったけど、やっぱり組合運動、社会運動のまさに出番だと思うんですね。ただもうちょっと私は鮮明にした方がいいと思うのは、社会的責任、もちろん法令遵守っていうのも一般の項目に入るけど、なんかはるか手前じゃないですか。社会的責任じゃなくて、もうやっちゃいけないことは政策じゃなくて取り締まりのレベルですよ。だからそれをとにかくご指摘のようなその声を上げた人だけじゃなくて、その中の、まあ、とりわけ今日のテーマでは仲間たちがもうこの辺り方やだというのを、その体質ではなくてまさにボイスにするということがみんなで応援するか、それをまさにもっと細かく言えば被害を及ばないような仕組みと仕掛けとネットワークで、まあ、アメリカの型のウッドデバーの型でとってもないわけじゃないけど、やっぱりそれは、まあ、そういう形でやるのも踏まれる時もやりましたけども、生まれ残業の時もやりましたけど、やっぱりせめて生まれ残業の撲滅ということがなんとなく起きてのようになるような機運と、なんか説明しなくちゃいけないような状況と、労働省もこれ入らないとまずいなという思わせる状況と、やっぱりその状況を作っていくのはおっしゃるとおり、もう期待されようがされないのはやっぱりやるしかないわけなんで、そこはね、だからそこをもうできるまさに声を聞きつつ
度だけじゃ難しいと思って、まあ、本当にそのレベルから広げていくしかないかなというふうに思いますけど。あの関連してよろしいですか。関連して、はい、どうぞ。関連していきましょう。今マイク来ます。伊藤です。あのちょっとお話があれするので、先ほどから言われたあの先生にご答弁できないんですけども、あの開発国家が、まあ、本は時々読ませてもらってよく改められているという感じ、開発国家、あの開発国家がだから福祉国家だとヨーロッパをモデルにして、あの企業内部留保を減らさせてとか、それから海外税制を改革して、あの高所得者にちゃんと負担をやると、そういうことで、あの一番あのずっとあの読んだというのは今日のお話聞いてよかったんですけど、誰がそれを、あのそういう国家の変、あの制度の変更なり、あの、まあ、いわばあの在り方の変更を言ったり、ヨーロッパ型のヨーロッパ型のモデルに、誰があの日本の期待の中でやっていく人なんです。そこはいつも読んでて、ね、非常に疑問というかな。例えば、まあ先生は、まあ、共産党なんか、あの、なんかの、あれかもしれない。だったら、まあ、この僕なんか見てると、もう、戦後50年か60年か、もう、政策で、きちっと打ち出して、そういう国家的な大変化ができたことは、それは社会党について問題ですけどね。ほとんどそれは、あの、自民党なり、まあ、今、ちょっと民主党の保守派がやって、日本の、いわゆる議会制民主主義の中では、いわゆるリベラルなり民主的な制度を作るというのが、主流になったことはないんですよね。だから日本人というのは選挙やれば必ず向こうに強い方につくと、だからこういうそういう理想を語られるのは大いに分かるんです。でまた学者だから、まあその一つの理念形をきちっと出すのはそれは分かるんですけど、具体的に誰が担い手でどういうプロセスでやるのかというのは非常に分かりにくいということで、それはあの同じで総評とか日教組とかと終わると、労働組合がやんなきゃなんないって言うけど、この間やっぱり僕なんかは、まあ、総評、僕なんかあの、日教組はダメだから全国一般にいましたけど、彼も高橋さんもだと思うけど、あの、いわば労働者の権利みたいなものを、あの、大企業の正規労働者の権利に集中して、非正規とかそういうのに対して、本格的に戦ってこなかったのは、日本の連合なり日教組じゃないかなと思うんですね。で、それへの反省抜きにしてこういうことを語ってもらってもしょうがないなと。で、正規労働者の既存の正規労働者の利益を守るために、どうしても新規採用者については非正規に、新規採用者の若い人については非正規にするとか、あの賃金を下げない限りは、あのダメだという経営者の、論理を一面かあの片方担いできたんじゃないかと思うんですね。その辺のところはどういうような反省を持って、あの、まあ、労働組合の方2人おられますけど、やってるのか、あるいはそういう反省を踏まえてどういうような方針を出すのか、あのちゃんと、まあまあ、具体的なあのことを工程を含めて言っておらないと、いくら議論してもしょうがないかな、僕なんか思うんですけどね。以上2点です。後藤先生の、まあ、国家とか、まあ経済の在り方の変革の担い手はという話でした。その点一つと、それと、まああのまあ、正規労働者悪論ということではないのかもしれませんけれども、あのその辺の立場のから来る利害みたいなものをどう乗り越えるかということですよね。この点は、やっぱり土地さんのあたりそういうことになるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。それぞれからで誠にごもっともなご質問だと思ってます。具体的にどの政党とどの労働組合とどういう社会運動が現在あるですね、これが担い手になってくるだろうということは あまり今のところ見通しが立っておりません。でずっと考えてたのは、新自由主義改革や構造改革の性格それ自身から言って反グローバリゼーションの要求を持つ人々、これはあの田舎 の農村部の人たちも含めてですが、それからあの町場の奨励債企業みたいな話も含めてですが、
で現在はむしろ保守派の地位にいる人たちの中からそういう反グローバリゼーションの動きに政治的に参加せざるを得ない人たちが必ず出てくるであろうと。でその人たちとそれから正規雇用であるか非正規雇用であるかというと正規雇用の中でも年功型賃金でないグループ非年功型の賃金のグループというのが、まあ、例えば全権総連の人々などを含めてですね一定数はあります。でそれから中小零細企業の年功性があまり高くないグループ、これもおそらく新自由主義改革にとってもろに標的に結果としてはなる。それから政治主張でいけば本来の社会民主主義、それから本来のアナーキズム、本来的な共産主義、そのどのグループも、新自由主義に反対して、新たな福祉国家型、あるいは、まあ、名前はどうでもいいんですけども、その反グローバルリズム型の社会保障と労働基準を大事にする社会づくりの担い手におそらく吸い寄せられてくるだろうというような大きな見通しは大体1990年代の半ばくらいから持っておりまして、なかなかそのまともな保守派が出てこないなってずっとこの間イライラしておりましたら、今回なんか東京都知事選をめぐって奇妙な行動があちこちの政党が、小さな政党、まあ国民の生活が第一は小さいとは言えないと思いますが、まあ、動き出して、もしかすると反 TPP、反原発、反消費税という点で一致する面白い、政治社会勢力が浮かび上がる可能性が出てきたと。でこういうグループが私が考える大きな転換 の, 担い手 の, フォーマであろうというふうに考えております。ですからおっしゃる通り学者の理想に過ぎないといえばその通りでありまして、現在のある勢力がそのままどことどこに依拠して何とかなるというふうに考えているわけではありません。ちょっと1点目私も簡単なコメントを付け加えさせてもらおうと思っているのは、岸田の国家型再配分という言い方か、あるいは私は新しい公共事業と申し上げましたけど、まさに先行投資の事業をということで言えば、今話題になっているような旧大型の公共事業がきちんと見直されて、しかもそれが、投資を回っていくような役割を果たすようなあり方というふうに考えていくと、もうちょっと違う枠組みで考えられるんじゃないか、しかもそれは自治体も、役所も、それから場合によったら経営者だったり自分も巻き込むような、逆にそういう枠組みでなければその新たな事業はできないけども可能性は私はある。2点目の点は、まあ、この種の話で必ず出される論点でありまして、私は今のご指摘を全面に否定する気はありません。ただ、もう一方で見ていただきたいのは、先ほど、連合の非正規労働センターの設置ということも一応自己紹介で申し上げましたけれども、組合も2003、2004年からかなり変わり、そして、必ずしもサービス流通のようなその非正規労働者が7割8割いるから組織化っていうのではない形での組織化もあちこちで見られるようになり、その後も組合の方針上それを否定することはない。じゃあ各サービスがそれで 100% やってるかっておっしゃったらまだまだ途上ですよ。だけどその必要性として組合の中の柱にしていく、とりわけ非正規労働センターを連合で作るときは今ご指摘になっているところも全部含めてナショナルセンターとしての最大の課題だって、まあ、熾烈な議論をして踏み込んでいった。だから十分でないかもしれないけど、このカーブを切ったってことは私は多分変わらないだろうし定着していくだろうが、今度の春闘も、まあ、全体の賃金引き上げ幅ということでいうとかなりきつい、年金も労働者も含めて大変だけども、いわゆる方針上とにかく、非正規春闘で今までのパート共闘だけではなくて非正規春闘でやっていこうという議論はしているわけです。だからお叱りご批判はもっともですけど、できたらそういう実際に動いていることも同時に見ていただけたらなと思っています。ありがとうございます。時間もですね、押してきてるんですけれども、今日は若い方々もね、参加いただいてるんで、まあ、実際に若い世代の方からも発言をいただきたいなということが一つと、それと成田さんからずっとご報告ありました、やっぱり労働組合としてもうすでに実践的な取り組みがやはりさまざまなところで出てきてると思うんですね。でそういう意味で、まあ、例えば良質な雇用を一つとっていましても、
私は労働基準局が長かったんですけれども、良質な雇用ということになりますと、行政にそれを求められてもですね、最低基準を守ることは当然取締りの範疇でできるんですけどね、良質な雇用ってやはり労使関係の中で達する部分が多いですから、労働運動に影響する部分が大きいと思うんですね。その辺の実践などに関わって、さらに意見をいただきたいというふうに思うんですが、若い方々あるいは運動を実践されている方々からいかがでしょうか。私が若い連中に入るかどうか分かりませんけれども、ちょっと司会者からちょっと少し見られたので、ちょっと伺いたいと思います。京都大学は法学研究科、アン・ジョンと申します。今日ちょっと一つ非常に勉強になったのは、やっぱり若者雇用状況を解決するためには、日本の非正規問題と正規問題の格差をなんとかしなくちゃいけない。それと、それを、雇用を補完する形で福祉というものをある程度作らなきゃいけないということは非常に勉強になりましたけれども、じゃあその際に労働組合がどういうふうに向き合うかという取り組むべきかというものは、ちょっと今日の説明ではちょっと分かりづらかったというか、つまり労働組合がこういう今悲惨な、状況に陥っている労働者を保護しなきゃいけないということは分かるんですけれども、その上でやっぱりこれから労働組合がどういう社会、どういう全体像、社会像を目指していくべきかということまでちょっと考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。それについてちょっと、伺いたいと思います。他にはいかがでしょうか。いいですか。よろしく。新潟で高校の教員やってます。岩田です。労働組合、というところもありますけれども、せっかくですから今日もう本当にいろんな答えをいただいているんだろうなと、特に辰井さんの、自治体が当該労使で下から政策を作っていけと、それっていうのはまさにこの政労使で作っていただいたこの若者雇用戦略に、全て青写真的にはどのようにでも使える青写真も出していただいているんで、僕たち、現場の教員からしても、こういうのも出てるし、ぜひやりましょうやと、自治体に、地域の産業についてもそうだし、労働についてもそうだし、いわゆる労働、ハローワークも一緒にできる話だし、新潟 県の、産業労働観光部もそうだし、いろんな人と巻き込みながら、今の労働状態がどのようになっているかっていう、子どもたちがまさに学びたい、なんかつまらんような授業ではなくて、自分がこれから出ていく社会について、こうやっていくんだと、そういう学びができる、まさにやりなさいっていう、下地も今回作っていただいてるんだなという感じが、してます。で、誰が変えていくのかっていうのはもちろん主権者、これから学んでいく、我々もそうですけども、子どもたちが実際にそういう現実を置いてかれて、おい俺たちの働く場所はこんなことかよって言って叩き込まれるんではなくて、それを学びながらどうやっていくんだっていうのをまさに考える、一緒に主権者としてどうするんだっていう問いかけを、していくと、いわゆるその、働くのは 90% 働きます、でも辞めてってほとんどが非正規になりますという状況が今あるわけですけども、その状況も全部学んでいくと、地域の労働者、僕たち連合新潟、特に僕たち、地協 の総会、連合の大会でもやってますけども、そういう地域で生きて生活してるっていうのを連合自らぜひ学校に入っていって、見せていこうじゃねえかと、働く者の声を子どもたちにいかに つなげていくかと、そういうことが経営者の声を伝えてもしょうがないと思うんで、それをコツコツやっていくっていうことが、一番早道なんじゃないかなというふうに思って、これから県とどれだけ一緒にできるかわからないんですけど、今まさに新潟をやっているところでして、今後もご指導よろしくお願いしたいと思います。じゃあ、あと3、時間もですね、あと短いものですから、お三方からコメントいただきたいというふうに思うんですけど、よろしいですかね。いいですか、ちょっと私、学生。はい、そうですね。法政大学の社会学部に関して、
1年の岩井由紀と申します。私今のやっぱ労働組合というのは企業ごとの労働組合になっているというのは勉強して分かったんですけど、今僕も首都圏青年部に入って組合員なんですけども、そういう今後やっぱしその企業ごとではないそういう個人の加盟組合っていうのがやっぱし大きな力になっていくと思うんですけれども、その個人加盟のユニオンがこう今後はどういう方向を向かっていったらいいのかとかっていうことをこうその学生のグループを今その青年ユニオンの中でも作っていて、そういうところでこうなんかどういう方向を向いていったらいいのかなみたいなアドバイスをもし後藤先生なんかと連合の方とかあったら伺いたいなと思ってます。すみません、バカゼットしてるんですがお願いいたします。はい、それではお三方からご発言いただきました、それぞれに、切り口は違いますけれども、やはり労働運動がどうこの問題に向き合うかというところで共通していると思うんですね。こういう観点を含めて、またすでにですね、実践している観点も含めて、また労働組合といったときに、ナショナルセンターの果たすべき役割や、炭素、産別、あるいは個人加盟するような役割もそれぞれ、あると思うんですけれども、それぞれご報告される報告者の方々の視点で結構ですので、労働組合の昨年雇用問題に対する向き合い方ということに関わって一言ずつですね、5分ぐらいずつでご発言いただいて、終えていきたいというふうに思いますので、じゃあ後藤先生、労働組合の話をする準備はしてこなかったんですが、私はやっぱり企業別労働組合の限界っていうのをずっと意識しながら仕事をしてきた人間ですので、やはり今でも企業別労働組合の枠をどうやって日本の労働運動が超えてくれるのかということに最大の関心があります。で、個人加盟のユニオン型の労働運動っていうのも、私自身首都圏青年ユニオンの支える会を作ってなんとか先陣を持たせてというような試みもしましたけれども、そういうのがすぐに大きくなるという性格のものでもなく、なかなか個人加盟ユニオンがいろんな領域にいろんなパターンがありますけれども、それぞれどんどんすごい勢いで伸びているというわけではありませんですね。で、どこで例えばアメリカの1930年代のようなですね、大きな半熟連、不熟連の労働組合結成の流れが出てくるのか、イギリスでも1880年代から90年代に随分それが一挙に出てきましたけども、日本ではそういうことは起きないのか、まだ分からないんですけれども、今のまんま行くわけではなかろうという漠然たる期待をずっと持ちながらまだいます。で、そういう抽象的な話をしてももしかしたらしょうもないのかもしれないですが、具体的に今の企業別労働運動でもやれることはたくさんあるというふうに思っておりますので、具体的な取っかかりがある場合には、いろいろな潮流の労働運動に意見を言うチャンスがあれば次々に言っていくつもりでおります。先日も日教組に属する山梨県教組のある集会で、就学援助を本気で各地域で運用させろと、少し就学援助の比率が低すぎる。で、事務職員の労働組合の二競争の中の事務職員部、各県競争にもありますが、そこの部隊の力が非正規化を含めてだいぶ弱ってきてる感じがするので、先生方が中心になって相当今までと質が違う仕事かもしれないけど、なんとか頑張ってくれないかと。で、これが十数パーセント、20%の就学援助率になると、田舎の方も子どもの状態はかなり楽になる。で、これは今でもできるはずだっていうようなことを一生懸命訴えさせていただきましたけど、そういう具体的にできる話が今の労働運動の中にもすごくたくさんあるとは思ってます。それで特にその青年の組織化の問題では、ぜひ若い方の言うことを聞いていただきたい。感覚から運動の仕方から何にビビるのかという話からもう相当違ってますので、若い方たちが何をやりたくてどういう話だったら乗ってくるかっていう話をもっともっと虚心坦懐に今の労働組合は
そのどういう労働組合かを問わずですね、耳を傾けていただきたいというのが非常に最近強く感じております。青年ユニオン型の運動をやってみても結局その周りの理解でうまくいかないということがとっても多いんですね。でこれは青年ユニオン型じゃなくて多分各企業の中にある労働組合の青年部みたいなものでも実際には似たようなことも起きているのではないかというふうに推測します。本当に虚心坦懐に若者がやりたいことをやらせるというもちろんやってくれないから言うんだという話になると思いますけれども、それでもやりたいことはあるはずなので、なんとかそれを引き出して自主性を発揮させてそれを援助するというやり方を必死になって工夫していただきたいなという気はしています。アンさんの1点目なんですけど、これは私はもう連合じゃないので連合に聞いてほしいなと思うんだけども、だけども一応連合が10年前の方針を見直しをして、その当たることを軸とするという、つまり雇用保障、労働条件保障が見てなんて、先ほど一人前でちょっと触れた参加の主体であるということを基礎に社会を作り直すということを今回、昨年の年末にその方針を確定してますので、まあ、ビジョンということで、まあ、それをぜひまず見ていただきたいなと思ってます。それから新潟の私はぜひそういう話を少しで作っていってほしいなという期待なんですが、一点あえて言わせていただくと、先ほど注文をつけさせていただいたようにかなり柱は出てるんだけども、要するに抜け皿が見えなくて、仕事が見えないわけです。つまりそのプロセスどうしてもやっぱり先ほどキャリア批判もありましたけど、キャリア教育批判もありましたけれども、その支援をしてキャリアアップしていこうっていうところまではかなりのいろんな新鮮なものが出てきたんだけど、じゃあ最後だから私はやっぱり新潟の地域ではいけるんで、まあ、具体的な仕事がこうやって作り出していくんだという、先ほどの事業も含めてやっぱりそこが主体労使とも私は、市にとっても課題のはずなので、どんなに海外展開しようが何しようがやっぱり人材は必要だというのが企業経営のベースだと思ってますので、そこを巻き込んででも創出というところが一番要になるし、していただけたらなというふうに思ってます。でそれで私はそういう地域づくりになり、プランを作るということの中に3番目の話と関係していくんですけど、その地域の若者たちがまさにこれからの主役である若者たちがそこに積極的に発言し参加しプランニングしていく、あるいはある部署を任せるっていう、やっぱりその中でその一人前になっていくプロセスというのは、その中でやっぱりお互いに切磋琢磨することが重要だろう。だからそのモデルをなんかね、お互いに模索してもいいかなと思ってます。例えば被災地の場合だと大学でやられたり、あるいはNHK の特集でもやっているような若者だけのプロジェクトがあったりっていうのは断片的にもあるんだけど、具体的なその市づくり町づくりなりにそれがきちんと連動している、あるいは大学との連携はあるんだけど、そこに若者が参加しているかっていうのはまだ不十分だと思ってて、ただそれは可能性はまだあると思うんですね。だからそこに参加していくってことが多分ユニオン運動にとっても必要な課題じゃないかと思って、で3つ目の話なんですけど、そのこととモデルの関係でと、やっぱりね、今新潟の方がお話しあったように、もう一つの道はやっぱり地域ですよ。アイデンティティとして、さっきの一人前っていうのが、じゃあ何で生きていくのか、大学職人で生きていくしてっていうアイデンティティはそれはそれであるべきだし、広げるべきだし、多分その先ほど触れたジョブ型っていうのもあり得ると思うし、多分広げていく。だけどそれだけいろんなアイデンティティがあり得るわけだ。私はこの地域の人間、県民として、区民として、市民として働き生きていくんだというアイデンティティを持った集まりというのは、それは連合でやっている地域企業なんかでもやっぱり集まりは地域住民、地域で働いている者の集まりなんですよね。そういうアイデンティティを持ち、なんか若者クラス、そういうアイデンティティを、どこでもいいんじゃなくてここの地域で私は生きていくんだという中で展望して、そこでこの子育てができてっていう社会をみんなどうやって作れるかなっていう、そういう展望を持つこと、だから二重三重にあっていいんじゃないかと、その集まり方という広げ方も、その中のバンドも全部かもしれないし、課題によっては主役として踊り出ていくというような、3つも2つも3つも4つも顔を持つようなことをぜひやってほしいなと思います。インディアの個別のことについて私は資料3でちょっと書いてますので、
ご参照いただければと思います。はい、もうお二方がおっしゃっていることとほぼ同じなんですけれども、私どもは日本教職員組合で、一般の労働組合をちょっと外に見てる、普通の労働組合ではないので労働三権全部持ってません。でちょっと外に見てるというところがございます。で、あともう一方は、教職員の団体なので学校に勤める教職員って立場から若者を見てるっていうこともあります。で、大切なことは若者が最近の朝日新聞の高校生の、意識調査も上がってましたので非常に受動的になっている。で、今この中のお話で正社員と非正規のお話があって、先ほどのバイトの話でも言いましたけれども我慢しろとこのご時世でっていう、もう裏腹の関係ですよね。正規と、非正規が裏腹、非正規はもっと頑張らなきゃ正規社員になれないよ、正規社員なんだからこの職を失いたくなければ頑張らなくちゃいけないよ。で、それを打破するにはですね、やっぱり自分で自ら参画していくっていうところが若い時からちゃんと持ってなくちゃいけない。それは労働組合でだけじゃなくてもいいから社会に参画していくこと、自ら参画していくこと、それが一点だと思うんです。で、もう一点はつながるということだと思うんです。別に労働組合じゃなくてもいいんです。 NPO だっていいし、いろんな団体とつながっていくということ、湯浅さんがおっしゃってたと思うんですが、縦のつながりともう一つ横のつながり、市民団体とか消費者団体とかいろんな団体とつながって力をつけていくんだっていうこと、それが若い人たちがこれから社会に参画していくの力になるんじゃないかな。で、労働組合の端くれとしてもそれが労働組合に参画してたらなおさらいいなと思ってます。やっぱり職場の問題をみんなで手をつないで職場内の人たちでまず、解決しようっていく、なんていうんですかね、そういう力をつけていってほしいと思ってますので、それが、一番じゃないかなと思います。で、地域という話が出てるのでちょっと山形のある地域の話をすると長井っていうところがあるんですね。長井工業高校ってロボット作ってるところなんですが、そこはその高校を中心として町おこしをしている、ロボットコンテストをやったりして子どものおもちゃ病院を高校生が作ったり、自分たちの駅のモニュメントを高校生が作ったり、そこを高校生がやってるんじゃなくて、青年、会議所だったかな、地域の産業の人たちとつながってやっている。そうやって子どもたちが育て、町が育て、そしてその子どもたちは町のものづくりの担い手になっていくという、一つ日本型デュアルシステムの一つのパターンかなって思ってます。そういう形のいろんな模索が若者を取り込んでいて、若者自ら考えていく、若者が、提言していく、そういう形が地域でできていければなというふうに思ってます。ありがとうございました。皆さんの協力で、非常に多様な論点に関わって、議論ができたというふうに思います。特にお三方にはですね、ちょっと打ち合わせもない中で、にもかかわらず的確な被災とも指摘をいただいたことを感謝申し上げたいと思います。若者雇用の問題ですけれども、社会全体で考えるべき問題という指摘は、多くの方からありました。ただその中でやはり企業の責任って非常に大きいだろうというふうに思います。何しろその雇用のあり方なり決めるのは企業ですから、基本的に、求人票を書くのは企業ですから、非常に大きいというふうに思います。同時に労働運動の役割も強調されました。これから春闘ですから、そういう中で、今日は問いの皆さん方もそれぞれの立場で、発信していっていただければと、また引き続きこの問題をお互い議論できたというふうに思います。それではこれでこの企画をですね超えていきたいというふうに思いますので、本日はありがとうございました。連絡事項あります。
ろの方にですね、成田さんからご紹介のありました、冊子ですね、